現代製鉄は大韓民国の製鉄業者。2000年代に入るまでは中小電路メーカーの一つであったが2004年半田から鉄鋼を買収したことにより生産量を拡大し現代自動車に鉄製品を供給する製鉄会社として急成長した。当時現代自動車が使用する自動車用工板は日本の技術提携のもとに 確保されている状況にあり、中国市場などの急成長も踏まえ、グループ全体で一貫供給することを目標に掲げ2006年に航路の建設を開始した。2010年に中西南道の唐津市にて第1航路と第2航路を完成させ、2013年9月に第3航路を完成させた。第三航路がフル稼働すれば年間2400万トンの先鉄生産能力を 有する見込み。従来の電炉の稼働分を加えれば、鉄の生産能力は、ポスコに続く、韓国国内2位に入るが、2013年3月時点で、国際的に供給過剰状態となっており、生産量が伸びるか否かは、不透明。ABC、フィナンシャルズ、ヒュンダイスチール、2013年3月10日へ覧。現代製鉄と現代ハイスコ、1日付で合併。 アジア経済ニュース。http コロンスラッシュスラッシュ www.nna.jp スラッシュアーティクルズスラッシュショースラッシュ328762017年2月12日閲覧。現代製鉄との提携報道について。JFE スチールプレスリリース。 http://www.jfe-steel.co.jp/.release/.2007/.01/.070129.html2013 年6月9日閲覧。変声介、僕 A 元、急速に立ち上がった現代製鉄の韓国航路事業、赤門マネジメントレビュー第14巻第4号。 クリーバルビジネスリサーチセンター2015年4月243から256ページ土井10.14955アムル14403現代製鉄クリーン原料処理システムを稼働今日の韓国ニュース h t t p w w w s j c h p c o k r k o r e a n e w s k o r e a t i s p u h t m n u m 1 8 5 7 2 0 1 3年6月9日。閲覧。製鉄2社が、相次ぎ増産、供給過剰問題も浮上。なニュース。 http://news.nna.jp://free/news/2013050krw0177a ュュリ,ュュススリード HTML2013 年6月9日閲覧ありがとうございます